皆さんどうもこんにちは、あんえんゆりでーす。ということで今日は生理前と生理お腹すいた、もうお腹すいてやばいので今日は一日チートデイをします。一緒に、はい、食べたいものを食べる日、イエーイ。私これ食べたくてウーバーイーツしました。チンジャオロースめっちゃ美味しそうなんだが、餃子メロンソーダ、これやばい、これモスの揚げ物セット、これはチーズボール、これは韓国セット、なんかヤンニョムチキンとそれなんだっけ、チクミと海鮮のやつ頼んだらなんかめっちゃ一人前よだったで、辛ラーメン作ったキムチ、イエーイ、食べよう、せーの、いただきます。めっちゃお腹すいた、マジで腹減ったぜ。どっから食べればいいか分かんない。待って、美味しい。辛ラーメン食べよう。うまっ、ね、これキムチマイルドなんとかみたいな。あ、そうなんだ、いいね。うまっ、これキムチ系食べていくの、うん、うまくない、うん、待って、辛ラーメンうまい。ちょっと食べちゃった。うまい、やばい、うん、あっくっ、うん、やっぱキムチでしょ、うまい。食べていいよ。私はこのなんかバーベキューみたいなやつ頼んだ。バーベキューセット、うん、バーベキューセットみたいな、これつけて、うん、うまい、うん、うまい、うまい、うん、うん、うまいんだって。なんかさ、ちょい前からこの撮影の日決まってたのにさ、うん、本当にさ、生理前ってすごくない？うん、マジで食欲が旺盛のタイミングだった。めっちゃ我慢したこの時間まで。だよね。我慢するときしてるときさ、めっちゃ結構苦だけどさ、我慢した後に食べるご飯ってめっちゃなんか美味しくない？そこなんかめっちゃ美味しくなる。でもめっちゃすぐお腹いっぱいになる。それが悲しい。これ共感してくれる人います？絶対いるよ。いるよね。なんかさ。そんなお腹空いてない時に食べる方がめっちゃ食べれたりする、うんうんうん、めっちゃお腹空いてご飯食べるとなんか一気に食べちゃったとか言ってお腹いっぱいになるよね、うん、ちょっと辛くしたかった。せい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 、中華にはさ、やっぱ結構自分でさプラスで味付けが必要な時期あるじゃん、うん、だからお酢とラー油はよく入れるのもウーバーとかした時使っちゃう、うん、触れてる、うん、この前めちゃ手震えた事件があったんだけど、お酒飲んでてお線香をつけたのいるの、うん、お香か、うん、2本つけてて1本が火が消えちゃったから、このもう1本の相方の方でこうやってくっつけようと思ってこうやってやってたんだけど、もうね、手こんなんなって出ているの、お酒飲んじゃってて。お酒飲んでなくてもさ、全然震えるじゃん。そうそうそう、もうそれは本当10代からね、犬ちゃんは緊張したりとかする時もそうだし、そうお酒飲んだらさ、もっと震えることが気づいたよね、うんうん、で、チャミスル飲んだ時が一番やばいの、もうこうやってできないの、もうこうやってやってってさ、うん、やばい、絶対チャミスルアレルギーだよって言って、うん、話しちゃったら、なんでチャミスルあんな昔飲めてたんだろうってすごい思うんだけど、ね、韓国だからね、マジックだよね、あれ、うん、すごいなんかチャミスルって楽しいものってすごい思った。教えてもらってたからね、うん、行けるようになるらしいからね、やっぱこうやって時が経てばさ行けるようになるんでしょ。私は毎日夢見てるよ、韓国に行けてる夢を。起きたら日本にいる。どうだった夢？もう2人で旅行ってたんだけど、バスで、ね、うん、なんかわかんないけどバスで空港行ってて、うん、じゃあ久しぶりに見る、うん、そのホンデとか、うん、どこカロースキル、うん、を見て泣いてた。本当に自分に来た年間だねって泣いてた。うん、やっと来れたねっつって。うん、やば、夢？夢だった。辛い。うん、また夢かよと思って。本当に。もう最後の韓国。また韓国の話。本当に。でも韓国行ったら、うん、あれ食べたい。チクミ。チクミ食べたいね。うん、あとは住んで？住んでとかめっちゃ食べてないんだけど。なんか大きな丸いね。あ、そう、腸内に入ってる春雨、腸詰めって言うけどね、何なんだろう、包んで、あとあれ美味しかったよね、大きなお鍋にいっぱいいろんなもの入ってる鍋、何でもいい、それは何でもいい、ちゃんぽんでも、それが韓国で大好き。わかる、日本になくない？ない、
野菜のサイズ感とか味の濃さとか、うん、なんだろうね、なん全然新大久保にもないのよ。ないの、あのさ、お店の感じとかもいいよね、うん、新大久保も行きたいけどね。わかる、うちらができる最大の努力、新大久保に行く。今でもいるね、バレンシアガのバッグ欲しいの。え、買いたいの。来月じゃん。うん、もう買う、多分。やばくない？うん、めっちゃいい。見たい、見たい。何欲しいかな、今シャネルのバッグ、うん、高いもんね。うん、高い。色はね、悩んでるんだけど。うまい。これ、これ可愛くない？うん、可愛い。え、どんな長さなの？うん、可愛い。君にも見せるよ。あ、可愛い。これ。え、何色で迷ってる？なんか、水色とか、ピンクも可愛いんだけど。え、ピンク可愛さそう。うん、てか、ピンク見たことあるかも。うん。可愛い。バレンシアガのバッグって高い？バレンシアガが高いもんね。うん、でも、24万。あー、これ紫バッグだね。え、かわいい。黄緑もかわいいかも。まだ見たことない。確かに今それを買うっていうために頑張ってて、うん、まだ本当に生で見たことないのに、もうさ、ずっと出てるならさ、もう早く買って長く使った方がいいじゃん、絶対。確かに1秒も早く、うん、なのに言ってないんだよね。だから子供も買わない可能性もある。え、もう結構売って、もう店舗には絶対置いてあるってこと？うん、多分2、3月から置いてある気がする。もうめっちゃあるんだ、うん、え、じゃあもう確かに早く買った方が良さそう、うん、じゃないとさ、次またさ、どっかから出てきてさ、ねえ、そっちの方がいいみたいになりそうだよね、はい、でもそれはそれだよね。まあよ、言わなかったんだな。そうだよね。焼けた。焼けた？焼けた？焼けたよ、ほら、黒くない？うん、確かに。あ、でも顔はファンデーションが白いの。あ、ノー塗ってるから変わってない。なんか焼けたやつに合わない。めっちゃ焼けたんだけど、うん、やばい、焼けてる。でさ、すっごい黒くなってさ、ギャルじゃない？すごいギャルで。これで髪明るかったら、明るかったらギャルだよね。なんかすごい黒いの、ちゃんと。てかマジで速攻黒くなる。やばいね、やっぱ。だからもう夏やばい。やばそう。だってさ、焼けたと、うん、屋根あったやん、うん、紫外線ってすごくね。紫外線って強敵。強敵だよね。私マジで夏が暑がりだね。思いやられる。めっちゃ部屋の中だよ。今暑くはない。やばいよね。めっちゃ暑がりなんだけど最近。なんか昔から暑がりなんだけど。普通に。代謝いいもんね。確かに。代謝いいね。ご飯食べてると暑い。うまっ。美味しい。なんか久々の味じゃない？うん。これを大口で食べるっていうのに昔ハマってた。何でもかんでも大きな口開けて食べるのが好きだったんだけど、うん、お尻見えない、うん、めっちゃ大口で食べてる人、うん、ピーマンって美味しい。ピーマンって美味しい。なんでちっちゃい頃さ、みんな嫌いだったの？ゆうぬまそんな好きじゃなかったけど、ピーマンとナスってさ、嫌われ物だよね。なんでだと思う？子供の頃からしたら苦いんかな。苦い気持ちはわかる。うん、ナスも嫌いだった。ナスは好きだったかも。うそ。うん、ちっちゃい頃。ナスはなんで嫌いなの、みんな。変な味すんのかな。まずい。まずい、まずくはないよね。ピーマンも美味しい。でも大人になってから気づいた、なんかピーマンとかは。ピーマンは苦いは苦いけど食べれる。ナスって苦くなくない？うん、ナスは苦くない。ナスはなんか変な味あんましない。食感かもね。ぐっちゃみたいな。ぐっちゃみたいな。麻婆茄子だけど大好きだったよ、うん、何に茄子って逆に入ってる？え、麻婆茄子中華じゃん。あと何だろう、おばあちゃんが作る味噌汁に入ってた時あったんだけど、入ってた。茄子の味噌汁美味しいよね。え、美味しかった。子供の子はお菓子とかだもんね。茄子、なんであんなお菓子が好きなんだろう。なんでなんだろうね。今お菓子嫌い。あ、好きだよ。食べないよね、あんま、うん、ご飯食べてお腹いっぱいになる方が気分が良くない？なんかさ、ご飯のが美味しい。美味しい、うん、そう。私子供の時めっちゃ食べてた気がするんだけどなと思って。ご飯好きだった、食べること好きだった。マジ熱い。髪伸びたな。でもこのさ、長さなんていうの、こうなんかちょっと短い長いみたいな、ミディアムっていうのか、こういうの見慣れちゃって、なんか長いの変な感じ。変な感じ。そう、自分、うん、みんな髪編みに行く。ブレイズする。ブレイズ、え、ブレイズってなんだっけ。あー、もう、また長いやつ。金髪です。え、長く黒髪だったから。もう最後さ、金髪の方が似合いそう。え、いつやるの。来週ぐらい。え、もうや、うん、来週は全然またやだ。6月。もう6月だぜ。6月はなんか楽しみなことある？
ない。あるバッグさん何があるかな。あ、アリさんのライブ行く。あ、アリさん、あ、そっか、いいな。ライブってめっちゃ良くない？めっちゃいいよね。めっちゃ楽しい、みんな、うん、みんなが楽しんでるのがいい。だってさ、何万人とか何千人とかがさ、うん、同じ日に予定合わせてさ、全国各地か分からないけどさ、みんな同じことを目的にしてさ、うん、同じ楽しみをさ、あれでさ、行ってさ、あれアーティストもさ、めっちゃ楽しんでさ、みたいな、うん、めっちゃいいエネルギーでしかない。めっちゃいい日だよね、うん、うわ、このここの会場めっちゃやばいってなるよね、うん、なんかいると。だからさ、アーティストとかがよく言うさ、一番盛り上がってるとかさ、一番なんか、うん、楽しい場所みたいな言うけどさ、幸せな瞬間とかね。そうそう、本当にそうだよ。本当にそうなんだよ。思い返したら絶対その場所がめっちゃ、うん、だってめっちゃいいもんね。やばいよ、めっちゃパワースポ、めっちゃライブ会場って。確かにいいな、楽しみだね。めっちゃ楽しみかも。確かに6月だ。私の吸引見て、いくよ。人がただただ食べてる動画ってめっちゃ良くない？え、どうなんですか？私めっちゃ好きなんですけど、人が食べてる動画見るの。マジで。このメニューとかめっちゃ良くない？結構。作ってる方が好きかも。あ、まあ作ってるのを見るのも好きやな。卵職人とかな、なんか。こう、な現場の感じとかすごいね。なんかすごーみたいな。プロフェッショナル。ダメダメ。良くなっちゃうやつね。うまい、すごいよね、これが全部さ、ここに入るんだよ、これ昨日めっちゃハマってた、やばかったね、うん、もう赤ちゃんできたみたいな感じでさ私も最近になる下垂ではないんだけど、いるの多分食べすぎて、もうお腹が出るしかなくなるじゃん、うんうん、だってそれは当たり前に出るじゃん、こんだけ膨らむよね、今そうそうそう、ほらそれだよね。でもさ、不思議だよね、こんなお腹で出ててさ、次の日朝起きたらさ、なんか、なんかべったんこってかさ、口なくなっちゃってさ、お腹すいたってなるのってやばくない？なんでこんなに食べたのにみたいな。そう、やばいよね、食べ過ぎだよね。前さ、ドライブしたんだけど、うん、中華街の方行ったの。中華街行ったって言ったよね、確か言ってたよね、そうだった、うん、もう夜行って、もう何も店やってないんだけど、やってないよね。中華街の雰囲気好きなの、なんか分かる、うん、分かる。横浜いいよね、綺麗だよね。え、あとさ、普通にさ、中華街のさ、お店もいいしさ、外にある屋台もいいよね。うわー、食べ歩きもいいよね。ジマミパイみたいな、でっかいです。ジマミパイって何？え、ジーマーミパイってじゃないの？流行ったじゃん、めっちゃでっかい。ほら、横浜ザージーパイ全然違った。これこれこれ、うん、中華街楽しそうじゃん。小籠包食べたいんだけど。小籠包美味しいよね。小籠包食べたいわ、最近。ご飯ってさ、量でお腹いっぱいなんだけどさ、時間でお腹いっぱいなんだけどさ、どっちなんだろう。確かに、どっちなんだろう、それ。本当に時間でなんかお腹いっぱいになるパターンもあると思うんだよね、普通に考えて。不思議だよね、お腹の、満腹中枢って。やっぱでも、辛ラーメンってうまい。ね、辛ラーメンって美味しいんだよ。危ない、めっちゃ毎日食べるじゃん。なんか超さ、私食べる系の YouTuber とか、うん、食べてるだけ、もっぱん韓国の、うん、とかめっちゃ見るからさ、うん、辛ラーメンをこよなく愛する防弾少年団みたいな動画が回ってきたの、うん、その動画でめっちゃカップラーメンとかこういうのを、うん、もういろんなとこで食べてて、うん、やっぱ食べたい、めっちゃ食べたいってなった。韓国のカップラーメンってすごいなんか美味しいっていうイメージあるよね。ある。辛ラーメンは格別だね。うん。やっぱりこれだねって感じ。韓国に行った時さ、朝ごはんでさ、うん、絶対食べてたよね。うん、カップラーメン。朝、うんうん、起きたら、ゆなちゃんがカップラーメン食べてた。あんな、起きなよ食べなよって言われて、音楽流せる。朝からラーメンだったね。うん。また行くのか、韓国。絶対泣いちゃう、私、たぶん韓国の景色見たら。泣く？私一時期さ、自粛中にさ、自粛の時ってさ、もうほんと信じられない現実みたいな感じじゃん。もう外に出れないみたいなさ、めっちゃ厳重みたいな感じでさ、どっか行きたいなみたいになるじゃんね。でさ、 Google Earth だったらさ、どの世界にも旅できると思うんでめっちゃ韓国もいたし、フィリピンもいたし、 LA とかも行ったんだけど、まあ、LA とかフィリピンは土地勘がないから、もう実際行ったとて
ヒーターみたいな。ヒーターだって。それはなんか、ハリウッドサインとか見て、なんか、ああ、まあそうだよね、みたいな。だけど、韓国とかちょっとどっちかあるじゃん、もう。ここの駅が分かったら、ここを行って、こう行って、こう行けば何があるみたいな。だから、もうそれで、今まで泊まってたホテルを、この道みたいな、こうやってやっぱりここだみたいな。めっちゃ分かる、ここだみたいな。で、こう行ったら、ハンガンだみたいな。それでもう海外行けなかったから、やったことある。グーグル旅行でもそうするしかなかったんだよね。そう、まあ、お腹いっぱいになっちゃったね。もうちょっと食べれる予定だったんだけど、伝わるかな。え、そんな出てなくない？夜の方が出るよね。なんでさ、お昼より夜の方が食べれるんだ。まだ平気だ。私もまだ平気でも、まあちょっと出てるけど。めっちゃ食べる企画しちゃった。普通に生理前はみんなチートデイとかしたいよね。好きなもん食べた方がいいよ。まあそう思う、私も。だから生理時とか生理前とかめっちゃみんな食べちゃえ、食べちゃえ。ウーバーイーツありがとう。バイバーイ。